荒編みの白芸が世界のトップボクサーを飲み込むか。トム・エリクソンの入場です。最近の K1 はプロボクサーを簡単にリングに上げる風潮があるが、 K のリングに上がるだけの男かどうかテストする必要がある。俺が今宵お前を試してやろう。俺が K の番人。 K の世界に足を踏み入れたいのなら俺を超えて上がっていけ。今日の結果は2種類しかない。俺が奴を倒すか、奴が俺を倒すかだ。マイク・ベルナルドをマットに這わせ、あのケビン・ランデルマンを総合ルールで破った男、金網の白芸トム・エリクソンです。レッドステージよりシャノン・ブリックス選手の入場です。ボクシング界のビッグネームがまたも K のリングを目指す元世界ランカー、そしてジョージ・フォアマンを葬った男、シャノン・ブリックスの入場です。モハメド・アリと死闘を繰り広げたあの元世界王者ジョージ・フォアマンを破り、イギリスの英雄レノックス・ルイスの王座に挑戦した男、王者ルイスに敗れはしたものの豪快な左フックでルイスを吹っ飛ばすパワーを見せつけました。俺はボタやビーンのようなスピードのないボクサーとは違う。本当の強さを持つボクサーがどれほどやれるかじっくり見るがいい。エリクソンよ、お前ちゃんと保険に入ってんのか。狙うは1ラウンドノックアウト。アメリカのキャノン砲が K のリングに照準を合わせ、シャノン・ブリックスです。青コーナー193センチ、 140.0kg、 帰ってきた白芸トム・エリクソン。金網の白芸トム・エリクソン。アドコーナー192センチ、 120.0kg、 K1 初参戦、シャノン・ブリックス。さあ世界のボクサーがまたこの K のリングに殴り込みです。シャノン・ブリックス。さあ谷川さん、はい、楽しみな戦いになりますね。そうですね、あのフランソー・ボタン選手に続き、本当にボクシング界の大物ということで、はい、WBC の世界ランカーのですね、シャノン・ブリックスが今回上がるわけなんですけど、本当にね、この2004年の楽しみな選手のもうナンバーワンですね。あの元世界王者、ジョージ・フォアマンを破ってますからね。破った男ですからね。そしてレノックス・ルイスを左フック一発で吹っ飛ばしたという、すごいハードパンチでアグレッシブなファイターで、極む気じゃないかなと思うんですけどね。デビューからは25連勝 20KO、 次期世界チャンピオンという声も高かったこのブリックス。さあそのブリックスがいよいよこのケーブリングに殴り込み、対戦相手はトム・エリクソン。さあ試合開始。確かにスピードはですね、フランスはボタよりも多分上ではないかと思われますがね。じわじわと前に出てくるパワーもあると思います、ボタ選手は どっちかといえばテクニシャンなんですけどね、はい、一方のトム・エリクソンも、まだ K1 のリングで勝利はありませんが、あのベルナルドからダウンを奪った、ね、経験もあります。そうですね、すごい上がるし、飛び込んできた。まずはシャノン・ブリックス。俺がこの K のリングの番人になってやるというふうに話していたトム・エリクソンでありますが、本当にトム・エリクソン選手はですね、パンチもありますし、勇気を持って前にガンガン出るところがいいですよね。総合の、まあ、選手でありますが、非常にこの打撃が強い選手ですからね。あ、いいパンチ、すごいパンチでしたね。トム・エリクソン衝撃、立ち上がれるか。シャノン・ブリックスの一撃だ。すごいやつが出てきましたね。元世界ランカー、世界の拳、シャノン・ブリックスが K のリングでデビュー戦を豪快ノックアウト。いやー、ノ
のりかさん、はい、本物ですね、この男は。ブルドボクサーの王者パンチなんですね、すごいですね。いや、京子ちゃんどうでしたか今のパンチ。確かにあのすごいパンチを出しそうな腕だなと思って見てたんですけれども、こんなことになるとは思いませんでしたね。いや、一茂さん完璧なワンツー。そうですね、やっぱり踏み込みが早かったんで、本当にボクシングという技術で勝てましたよね。本当そうですね、本当の強さを持つボクサーがどれほどやれるか、じっくり見せたいと言っていた。いや、完璧です。テンプルですね、テンプル打ち、テンプルに打ち抜きましたね。クロス気味に入ってくるこのパンチでありますが、あのね、体力のトムレイキさんがね、もう体言うこと聞かないって感じでしたもんね。もう一撃ですよね、勝ちたいという気持ちはすごい伝わってきたんですけどね。まばたきしてる間に倒すよと言ってましたが、本当でしたね。すごい選手でした。いや、これは谷川さん、はい、谷川さんがですね、このシャノンブリックス、はい、今年の K1 戦線の中で面白いよという話をされてましたね、はい、実はね、もうぜひ期待してください、もしかしたら頂点まで、そんな気持ちもありますか。そんなあの可能性もあると思いますよ、これだけのパンチの技術持ってますから。はい、元世界ランカー、ボクシング界の大物がこの K のリングに参戦し、そしてデビュー戦を豪快ノックアウト、 K のリングで吠えたシャノン・ブリックス、恐るべき怪物がまたこの K のリングに誕生しました。この後はいよいよボブサップの登場です。